はい、どうも、社畜です。本日もあつ森実況やっていきましょうか。で、やっていきたいわけなんですが、皆さん、何かに気づきませんか？そうなんですよ、服装がいつもと違うんですよね。まあ、いつもだとホットドッグの服を着ていると思うんですが、今回はね、サンリオのシナモンロールの服を着ております。いや、飛び盛り時代めちゃくちゃ流行ったよね。これはですね、有名なマイデザインを作ってくれる方に依頼して作ってもらいました。特注ですね。だからまだね、自分しかこれを持ってないはずなんですよ。いやー、これかなり可愛いよね。ちなみに飛び盛りの時のサンリオの見た目と多分ね、これ変わらないはずなんですよ。だからね、完全再現っていうのは差し支えあるんですが、限りなくそれに近いんじゃないかなと思いますね。まあ、見比べていただいたら分かると思いますよ。まあ、そういったところでね、この可愛らしい服装なんですが、まさかね、本当に作ってもらえると思わなくて、まあ、せっかくなんでね、動画にさせていただきました。これ本当すごいよね。一応これに関しては、まあ、自分のために、まあ、マイデザインの作成者さんが特注でわざわざ作ってくださったので、まあ、今後配布になるかは分かりません。ちなみにこれ以外にもケロッピーの服とか、あとはキティちゃんの服かな、それもね、お願いしておりまして、で、そちらの方もまあ出来上がり次第まとめて動画にしようかなと思ってます。今後はね、可愛らしい島に訪問させていただく際にこのコスチュームで、まあ、行かせていただこうかなと思います。まあ、せっかくね、やっぱ作っていただいたから活用しようかなと思っていて、まあ、島訪問の時とかにね、使えればなと思います。ただ日常系の動画はホットドッグですね。基本的にはホットドッグでやっていこうと思ってます。まあ、そういったところで炭焼けですね、まあ、島訪問は、まあ、サンリオ系で行ったりとかで、日常系動画はホットドッグみたいな感じですね。いやー、マジで可愛いなこれ。可愛すぎてさ、全然似合わないよ俺には。いやー、だけど本当に完成度高いね。ちなみにあつ森でもサンリオコラボってあるんかな、どうなんだろう。まあ、飛び物の時にあったからありそうな感じはしますが、ただどうなんだろうね、そこについては分かりませんが、期待するしかないですね。まあ出ないってことはないと思いますが、ただ蓋を開けてみないと分からないよねっていう話ですね。はい、ってことで、この可愛らしいシナモンロールの服で島を散策していきたいと思います。いや、結構島変わったよ。毎日 4,5 時間ぐらい島整備やってますからね。具体的にどこが変わったかっていうと、地形いじってないからあんま実感しないかもしれませんが、家具の配置とか、あとは花の位置とか、まあ、リメイクしたりとか、そこら辺を中心にやってますね。まあ、地形いじることはもう今後はないかな。まあ、ある程度出来上がってしまったんで。ただ家具の配置ってめちゃくちゃ難しいよね。さあ、そういったところで1号の家にやってきました。で、何やらまたまた作ってますね。何作ってんだろう。ただ前々から言ってると思いますが、これさ、作ってるようには見えないよね。何か物を壊してるようにしか見えないんだよ。この描写なかなか面白いよね。よっしゃー、これで完璧だ。で、社畜、オーレなんか用か。ってことは完成したのか。早いな。なんか早いね。スピーディーですね。スピーディー1号ということで。へへ、聞いて驚け。オイラ今、ケトルベルを作ってるところなんだ。そうなんだ。そんなに、なんか自慢げに言われても困るんですが、どうやらケトルベルを作ってるそうです。おー、いいじゃねえか。筋トレしてたらピピッとひらめいた。筋トレしながらケトルの作り方をビビッとひらめくって、なんかまたそれは違う才能ですよね。お、ケトルベルの作り方教えてくれんのか。ただね、残念ながらケトルベルのレシピはすでに持ってるんですよ。ただこれさ、どっちの選択肢を選んでもレシピもらえるから、別に選択肢用意する必要なかったよね。まあ選択肢あった方が、まあいろいろと都合がいいんかな。ちょっとね、そこに関しては分かりませんが、とりあえずレシピをゲットしました。お前気合十分だな。これいらない。さあ、ここで何かあげていこう。
雑草針葉樹。何あげようかな。ホットドッグの服あげられないわ。ただね、今重要なものばっかだから、あげられるものないんだよね。まあ、針葉樹か雑草ぐらいだから、雑草あげましょうか。いやー、だけど雑草はかなり重要ですよ。本当に。だって、雑草ないと生垣作ったりとか、ベッド作ったりとかできませんからね。これはめちゃくちゃ重要。だから住民たちも内心喜んでると思いますけどね。まあどうなんだろうね。ちょっとわかりませんが。とりあえず最近ね、なんか手持ちにいらなさそうなものがあったら住民にあげてるけど、そろそろ嫌われそうなんで、家具とかいいものあげましょうか。ただこの間まで家具あげてたんだよね。ただあまりにもあげすぎて、手持ちがなくなってきたから、ちょっとあげられない状況です。お、ダノラじゃねえか。おはよう、ダノラ。相変わらず可愛いね。ダノラっていう口癖が可愛すぎるわ。うちのアイドルですね。ダノラにこのサンリオの服装を着せたいよね。多分似合う気がするわ。ブーケとかミカッチよりダノラの方が似合うんじゃね、これ。ワンちゃん、どれどれ、僕に何かくれるの？っていうことで、君にも雑草をプレゼントしよう。ああ、雑草だ。めちゃくちゃ喜んでるね。雑草でそんな喜ばれたら逆に怖いわ。いきなりのプレゼント、びっくりしたけど嬉しかったよ。どうもありがとう、ダノラ。一応ね、これ好感度上がってるらしいんですよね。まあ、ダノラとかイチゴとかミカッチとかもそうなんですが、まだね、うちの島に来て間もないから、こうやってね、プレゼント作戦するのは結構有効な気がするわ。まあ、空き缶とか ゴミとかあげたら好感度下がりますが、雑草はね、どうやらセーフみたいなんで。そして、タマちゃんのハッピーバースデー。マジ？それはめちゃくちゃめでたいね。なるほど。これはタマちゃんを祝いに行かないといけないわ。今月の29日。あ、そうなんだ。今さ、一瞬29歳って見えたんだよね。え、タマちゃんで29歳だったんだと思った。ただどうなんだろう、タマちゃんって結構年齢高そうに見えるよね。まあ、ブーケとかは結構年齢が低そう。まあ、低いって言っても20歳ぐらいかな。大体それぐらいじゃない？あとダノラとか。一方でミカッチとかタマちゃんはね、結構お姉さん系な気がするんだよ。まあちょっと想像つかないけど、まあ、30代前半とかじゃないの。ただ話してる口調がそんな感じするよね。なんか他の住民と比較するとちょっと大人びてるみたいな。そしてボイド。あ、おめえか。おうおう。お、おめえに着てるその服かなりイケてるデザインだな。でしょ？このデザイン素晴らしいでしょう。もしかしてこれ着たいのか？ これ着たらなんかちょっとパツパツで似合わなさそうだけどね、ボイドが。へえ、ウポポイ島のキラポコが考えたデザインか。めちゃくちゃ詳しく知ってるじゃん。それ見ただけで一瞬で見抜けるってすごいね。まあその通りなんだけど。そうなんですよ。特注で作っていただきました。いや、非常にありがたいね。そういえば最近スクワットと喋ってないな。そういったところでスクワットと喋りに行きましょうか。さあ、スクワットはどこにいるのか。あ、ミカッチ。まだ聞いてあげてたんだ。優しいお姉ちゃんやな。たださ、トタケ系毎週のようにうちの島に来るんですが、全然みんな音楽聞いてくれないんだよね。だからミカッチみたいな子がいたらめちゃくちゃ助かるんじゃない？そしてスクワットいたねー。またじゃがりこ T シャツ着てる。じゃがりこ T シャツお気に入りなんかな。結構な頻度で着てくれてるんですよ。まあ自分があげたゴールデンアーマーは全然着てくれないんですが。で、このじゃがりこ T シャツなんですが、シュガートーストに住んでるくるみが考えたらしい。その通りだよ。すっかりじゃがりこ T シャツマニアになってて笑えるわ。ただこうやってさ、マイデザインを住民が着てくれるのって嬉しいよね。もちろん着てくれる住民と着てくれない住民がいるんですが、スクワットと日誌は結構積極的に着てくれるんですよ。これはかなり嬉しい。はい、まあそういったところでね、本日の動画この辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとはですね、日常系動画の、まあ、再生リストもございますので、もしよろしければそちらの方もご覧いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。